まあ、自分のキャンプスタイルは結構ギア全体ミリタリーのアイテムを使ったあのミリタリー系のキャンプスタイルですね。お店をちょっとあの中目でやってるんですけど、まあ、そのお店もミリタリーを中心とした、まあ、ウェアから雑貨までトータルで扱うようなお店をやってまして、それもあってあの普段からキャンプギアを見る中でもミリタリーので使われてるキャンプギアを見ることが多く、まあこういうスタイルになった感じですね。結構まあ仕入れの時に結構ミリタリーもの全体に見るので、やっぱり仕入れ先から情報を得ることが多いですね。だいたいお店で使うものイコール、まあ、自分もキャンプで使うことが多くて、やっぱ自分が使ってみてお客さんにも良さも伝えられるし、あのまずは自分が一回触れることがやっぱ多いですね。特にまあウェアもそうですけど、まあ、キャンプギアはほとんど一度は試してるますね。なんでテントもいろんなテントを扱ってるんですけど、まあ、ポーランド、US のものもいろいろあるんですけど、まあ、一度は試して立ててますね。まあ、ミリタリーもので意識してるっていうと、まあ、経年変化を楽しめるところがミリタリーの良さでもあると思うので、一度まあサンプルとかで1点とかでも入れてみて自分が試して、でまあいい時悪い時もあるんですけど、根本的にミリタリーもののギアで中心に見てるのは意識してますね、そこは。でまあ特にその中でも、まあ、ミリタリーのやっぱアルミもんが結構多いんですけど、まあ、夜間からこういうボルケのストーブっていうんですけど、こういうのもスイス軍なんですけど、これもアルミで、まあ、アルミもんの風合い、まあ、チープでもあるんですけど、チープ感がいいんですけど、まあ、プラス風合い、こういう、まあ、焚き火で使ってこう 黒ずんでる感じも風合いも好きですし、まあ、やっぱりアルミの底が良さだと思ってアルミも選ぶことが多いですね。結構もう普段からほとんどと言っていいほど米を炊くんですけど、おかず的なものはもう結構簡単に焼くだけとか、なんで肉だったりステーキですねだったりソーセージみたいなものは焼いたりとかで、あとまあレトルト的なものだったり缶詰的なものを使って、まあ調理はそんなにする感じはなく簡単なものでやってます。キャンプでだと、まあ普段中目にちょっとお店がある関係もあって、中目のまあいわゆる東京にいるんですけど、まあこういうキャンプ場ってまあやっぱ都会と全然違くて、そういう意味ではまあ一度リセットされるというか部分も好きで、まあバーベキューっていう感じのよりもサバイバル感が好きで、まあそれを最近意識しながらやってる部分があって、まあそういう意味で言うと今日もそうですけど、まあ焚き火台は持ってきてなくてもう石で組んだりとか、まあちょっとこう野営感がある部分だったり、まあ自分もしかもソロでやってるので、なんかこう、まあ、ちょっとした刺激がやっぱりサバイバル感だとあるのが好きで、サバイバル寄りな感じでやってますね。これからの時期空気が澄んでくるんで寒くなってきてっていうと、やっぱ星が綺麗だったりする部分でいうと結構もうぼーっとしながら星眺めてたりとか、まあ、焚き火しながらなんですけど、まあ、そういうちょっとゆったりした感じで過ごしてることが多いですね。ちょっとその店を始める前なんですけど、ちょっと登山をしてて長野の方に行ったりとか、まあ、大体 2000m 級のあたりとかまでも登ってたんですけど、その時には別に僕はキャンプ道具を自分は持ってたわけじゃないんですけど、今度その次にみんなで友達たちと、まあ、グルキャンで西湖に行ったんですが、その時の一人のお友達が、まあ、もともと古着屋やってた人なんですけど、その人がヴィンテージの結構ギアを使ってて、まあ、それ見た時にちょっとギアのかっこよさを知って、でまあそれから今度、まあ、友人のあの夫妻がいるんですが、その夫妻にまあそのキャンプでの楽しみ方、まあ、例えば焚き火だったり、まあ、
冬の寒いけどその冬キャンの寒い中での楽しみ方だったりをいろいろ細かく何度か連れて行っていただいてるんですが、そういうので知ってそこからどん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 ハマっていった感じですね。最初からソロのキャンプでやりたい自分がいたので、まあ、京都は友人と一緒に誘って一緒に来てるんですけど、ソロだと気も使わないですし、まあ、そういうところでも先ほど言いましたけどそのリセットされてる感もあって、まあ、ソロで、まあ、野営感を出しながらサバイバル感も出しながらやってるキャンプですかね。まあ、今となっては結構もうライフスタイルの一つに自分の中ではなってます。もともと洋服好きになった頃から、まあ、ワークものも好きだったりもしたんですけど、ミリタリーも好きになって、好きになった理由としては、まあ、経年変化だったりこの風合いを楽しめる、でそれと同時に愛着が湧いてきて、まあ、今も結構どれも結構ずっと使ってるアイテムではあるんですけど、それもあってミリタリーがどん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 好きになってくるんですが、まあそれと同時に店を今度始めて、店でもミリタリーものを結構多く扱い、でこの今趣味となっているキャンプもこの見れば分かると思うんですが、ミリタリーもので囲まれてまして、まあ、そういう意味で言うともう今となってはすでにミリタリーものに囲まれているので、今となっては本当生活の一部というか、まあ、ライフスタイルの一部になっている感じですかね。